第2試合のシングルマッチはノアのジュニアを代表する2人のシングルマッチということになりました。まずはこの1年ノアのシングルの最前線をひた走ってきた小峠敦史の入場を迎えます。この1年は3月に石森の持つ GEC ジュニアのベルトにも挑戦しました。そして10月には GEC ジュニアタッグのベルトにも挑戦。しかしそのベルトを腰に巻くことはできなかった。2014年約の1年を誓います小峠敦史であります。そして抽選で決まったこの小峠敦史の対戦相手はついにその沈黙を破りました。今年の 12.7 有明コロシアムで GEC ジュニアタックのベルトを腰に巻いたノアジュニアの重鎮小川義成、その腰には青いベルトが三千と輝いています。ついに沈黙を破ったノアのジュニアのナイト小川義成、この男がついに2014年に向けて加速し始めました。この1年ノアを牽引してきたジュニアの小峠、対する沈黙を続け12月ついにその沈黙を破った小川義成の一戦、神様のいたずらかノア最後の大会、このクリスマスプレゼントは第2試合ノアのジュニアの一戦ということに相なりました。時間無制限で行われます。今年1年を引っ張ってきたそのプライド、自負があるという小峠、そしてジュニアのチャンピオンというプライドがある小川義成であります。ノアジュニアの歴史、すなわち小川の歴史でもあります。その小川に小峠がどういう戦いを見せるか、立ち止まらない小川、リングの感触を確かめる。ジュニアタッグのチャンピオンへの一戦、小川から手を差し出した。ノア最後、このジュニアのシングルマッチが来年のジュニア戦線を占います。ゴングを聞きました。時間無制限で行われる抽選による一戦です。ディファーリアケ、どつき合いたい、そういう不穏な言葉を口にしました小峠敦史。その小峠には一別くれないという小川義成です。もう一度握手、あっと一気に畳みかけていく、カウント2つ。まず仕掛けていったのは小峠、やはりこれまで挑戦して届かなかったベルト、一度の挑戦で、そして久しぶりの挑戦でいきなりベルトを取ったというこの小川にはやはり期するものがあるでしょう。仕掛けていったのは小峠、さあ早くも場外戦となりました。小川を鉄柵攻撃、背中を強打した小川義成です。距離を取って、さあ小峠が次は何を見せるか。今日はまあ抽選では決まりましたが、この一戦シングルマッチタッグのチャンピオンからフォールを取るということになりますと、来年早々にもジュニアタッグ挑戦という道が開けるかもしれません。そういった意味ではこの小峠敦史、クリスマス大会という何かポップな響きでは片付けられない一戦、その思いを胸に秘めています。小川のテクニックがリング上で冴え渡る、背中へのフットスタンプから腕をねじり上げていこうというところですが、小峠が返します。小川の左腕、テクニックで言えばやはり小川に分がありますが、そのあたりこの1年ノアのジュニアを引っ張ってきたという自負があります小峠です。大阪プロレスからこのノアにやってきた小峠、旗揚げ当初から在籍しているという小川、日本のプロレス界を代表するジュニアの選手、この小川に小峠がどう首投げ戦いを挑んでいくか。さあ小川ロープに振る、おっとこれはよく見ている、こういった攻撃が小川義成の持ち味、打点の高いドロップキックで返すのは小峠敦史です。ザック・セーバージュニアとのタッグでジュニアのベルトを獲得しました小川義成、さあここでカバーに行くがカウント1つで返します。何かあの有明コロシアムの当日も試合前のインタビューではいつもは寡黙な小川が少し饒舌にその気持ちを語った、そのあたりに自信があったのかもしれません。チャンピオンの小川、
おっと、これもよく見ている小川義成、うまさが光ります。なかなか自分のペースで攻撃をすることができないというのが小峠敦です。さあ、小峠を場外に落としました小川義成。インサイドワークもお手の物。一体この小川の玉手ぼこから一体何が出てくるか。鉄柱を通り過ぎて本部席、おっとゴング、ゴングの近くに顔を据え置いて、据えつけてゴングを鳴らしていく。鼓膜を破っていこうかという小川義成。物理的な攻撃だけではなく、このような精神的な揺さぶりもかけていきます。これは効いたか。左の鼓膜は大丈夫か小峠。左の鼓膜の次には左の足を締め付けていきます小川義成です。大技ではありません、決して派手ではありませんが、的確に相手にダメージを加えていくという小川義成。今年の7月には日テレジータ祭にザック・セイバージュニアとのタッグで出場。そこからザックとのコンビネーションを深めてまいりました。 12.7 有明コロシアムで念願のベルトを奪取したという小川義成。さあ、鉄柱を使う。先ほどからこの小峠の左の足に攻撃の照準を絞りました。もう一度、時間無制限のシングルマッチです。今日のこのノアフルギフトインディファ2013、毎年クリスマス大会恒例となりました。お客さんの抽選によって対戦カードが決まります。第1試合は熊野と X とされていた菊太郎とのシングルマッチ、第2試合がこのジュニアのシングルマッチ。時間は無制限です。左足を徹底的に痛めつけていくという小川義成。なかなかペースを握れない小峠です。今年の3月に石森の持っている GHC ジュニアヘビーのベルトに挑戦。さらには5月には原田との桃の青春対決というのもありました。見事に勝利を収めた小峠。7月からはジュニアのチャンピオンの石森をパートナーに日テレジータ祭に出場。そして10月には新日本のライガータイガー組が持つジュニアタッグのベルトにも挑戦しましたが、司法をノアに取り戻すことはできませんでした。その司法をノアに取り戻したのが小川義成であります。なかなか目標を達成することができなかった小峠、そしてあっさりと目標を達成したという小川義成。非常に好対照な2013年でありました。この両者、太もものあたりから膝、そして足首も決めていこうという小川義成。さあ、苦しい小峠、素早い攻撃もなかなか仕掛けられない。膝マットに打ちつけていきます。左足をねじ切っていこうかという小川義成。腕を組んでグラウンド、体重をかけていく。完全に足がクラッチされている。シングルマッチ、さあこれは苦しい体勢に持っていかれた小峠。この足を体勢を変えて膝、そして足の付け根、ダメージが蓄積していきます。的確に小峠の足にダメージを加えていく小川。この辺りのうまさがベルト挑戦で新日本のあのライガータイガー組からダッシュしたという理由の一つです。ザック・セイバージュニアとの真っ新旧指定タッグと言ってもいいぐらいの年の差があります。2014年、あの青いベルトをどのような色に染めてくれるのか小川義成。完全に絡み合っている。レフェリーが解こうとするその仕草にも痛みが走ります。2014年、この小峠の前に立ちはだかるのは小川義成ということに間違いなさそうです。左足、おっと、ここで顔面に張っていく。さあ、小川が小峠を対角線に振って足で迎撃、右足で蹴りを加えていきます。おっと、背中、ここ
ここで切り返すことができるか。さあ小川を場外に落としました。自分も場外に向かい行く。目には目を、歯には歯を。アート、小川の先ほどの攻撃をやり返すか、やり返すか。強烈な音が小川の左耳を襲います。会場中にその試合の開始あるいは試合の終わりを告げるというゴング、それを10センチ20センチの距離で耳元に聞かせました。鉄柵前から小川義成の怒りに火をつけたか小峠。抽選でカードが決まったこのクリスマス大会第2試合です。時間無制限、小川が小峠をリングに戻して、さあ次の一手は何か。左の足を気にしました小峠。エルボー、小川張っていく。その膝、チンクラッシャー、速投、鮮やかに決まりました。しかしこれは捉えて切り返した。ネックブリーカー、カバーに行く。さあそしてその左足を捉えた、その左足を捉えた。膝、そして腰にもダメージが溜まっていきます。まだサードロープまで距離があるか。今なんとかそのロープに手を伸ばしました小峠。しかし間髪入れず攻撃を畳みかけていく小川。バックドロップ、小川のバックドロップが火を吹いた。カウント2つ。ジュニアタックの王者です小川義成。2013年ベルトを取って年内最後の大会シングルマッチを勝利で収めるか。さあバックでがっちり捉えた、がっちり捉えた。公式だ、公式。ダランチュラ完全にその状態を反らして首を締め上げていきました。試合時間は10分を経過。さあこれで小峠が流れを変えることができたか。ああ小川が張っていく。小峠中に入ってフリーカー前から落としていく。カウント2つ、小川返す。ジュニアタックのチャンピオンからシングルでボールを取ることができるか小川。その小川からボールを狙っていくという小峠。バックを取った、回して蹴りから前から蹴り、あっと顔面捉えました。カウント2つ、膝が顔面を的確に捉えました。さあ小峠がスワンダイブしていくが膝が待っていた。簡単に攻撃はさせないという小川義成。あと左の肩を鉄柱に、そしてその流れでバックを捉えるか。丸め込んでいく、3つ取りました。ジュニアタックチャンピオンの小川からシングルマッチでフォールを奪った小峠。年内最後の大会で来年につながる大きな1勝を得ました小峠。そしてジュニアタックのチャンピオン小川義成が自ら得意とするその丸め込みを相手にやられてしまったという年内最後の大会。してやられたという小川、してやったという小峠。いやー小川が丸め込みで3カウントを取られるということを誰が予想したでありましょうか。その眼前で勝ち名乗りを受けた握手から始まったこの試合ではありますが、もう握手で終わろうと小川が握手を、おっと試合は終わっているが小川の怒りは収まりません。ジュニアタックチャンピオンの小川が年内最後の大会シングルマッチを勝利で収めることはできませんでした。11分17秒、最後は丸め込まれたジュニアタックのチャンピオン。さあそして小峠はジュニアタックチャンピオンから年内最後シングルマッチ見事勝利を収めました。今年は手が届かなかったシングルとそしてジュニアタックのベルト、年内最後の大会は2014年、素晴らしいスタートを予感させます。
ノアフルギフトインディファ2013第2試合、小川義成対小峠敦史は、小峠がシングルマッチ勝利で終わりました。